去年の百鬼夜行、新宿と京都に戦力を分散させなければ、勝っていたのは乙骨ではなく彼だった。君には関係のない話だったか。千本桜の神髄は数億にも及ぶ刃の上、四角皆無の完全なる全方位攻撃。貴様の残白刀の能力は確かに高い。だが。この違和感。